ナンバーアンダーラインアイの宮城公演が大成功。平野翔、ガン太、神宮寺優太の魅力全開。伊達政宗に扮したメンバーたちがファンを魅了。ナンバーアンダーラインアイの宮城公演での伊達政宗コスプレが話題に。ナンバーアンダーラインアイアンダーラインスタッフアットマークナンバーアンダーラインアイアンダーラインスタッフの公式アカウントに投稿された写真と情報は、ファンの間で大きな反響を呼び起こしました。特に、 ハッシュタグ平野ノハッシュタグガンユータ、ハッシュタグジングージユータというハッシュタグが示すように、ナンバーアンダーラインアイメンバーが参加したイベントやライブに関する内容は、ファンにとって非常に重要なものとなっています。彼らがどのようなパフォーマンスを見せたのか、またどのような体験が提供されたのかに注目が集まるのも当然のことです。この記事では、彼らの最新の活動、 特にナンバーアンダーラインアイライブツアー2024のアイに焦点を当て、ファンが SNS 上でどのように反応したか、そしてこのツアーが持つ意義について詳しく探っていきます。まず、今回の投稿が行われた背景には、ナンバーアンダーラインアイの2024年ライブツアーがあることが挙げられます。このツアーは、特に宮城公演が大成功を収めたことが報告されており、次の会場である福井公演への期待が高まっています。 宮城での2日間の公演は、ファンにとって特別な思い出となり、彼らがその感動を SNS で共有し合う様子がうかがえます。多くのファンが、ありがとう、最高のライブだった、次の福井が楽しみ、といったコメントを寄せており、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスがいかに心を打ったかが明らかです。また、ファンクラブ限定で公開予定のライブ映像にも多くの関心が寄せられており、特にライブに参加できなかったファンにとっては、 これが一種の救いとなっているようです。ライブそのものはもちろん、SNS 上での反応を見ると、メンバー3人の個性やパフォーマンスに対する感謝の気持ちがひしひしと伝わってきます。平野翔、岩優太、神宮寺優太は、それぞれ異なる魅力を持ちながらも、グループとして一体感を持ってステージに立ち、観客を魅了していることが強く感じられます。特に、伊達政宗に扮した写真が大きな話題を呼んでおり、 ファンからは、可愛すぎる伊達政宗の兜が似合っているという声が多数寄せられています。このような遊び心あふれる演出は、彼らのキャラクター性をさらに強調し、ファンとの絆を深める要素の一つとして機能していると言えるでしょう。また、ツアーの成功の背景には、彼らの努力だけでなく、スタッフの力も大きく関割っていることが伺えます。ファンは、ナンバーアンダーライン愛だけでなく、 支えるスタッフにも感謝の意を示しており、スタッフの皆さんありがとう、無事に公演が終わってよかった、というコメントも少なくありません。このようなコメントは、ファンが単なるパフォーマンスの受け手にとどまらず、ツアー全体を一つの大きなプロジェクトとして捉え、感謝の気持ちを持って応援している姿勢を示しています。さらに、今回の宮城公演に参加したファンだけでなく、参加できなかったファンからの投稿も多く見られました。特に、 ファンクラブ映像の公開を待ち望む声が多く、SNS 上ではライブの模様を伝える写真やコメントを通じて、参加できなかった人々がライブの興奮を共有し、コミュニティ全体が一つにまとまっている様子が見て取れます。オルス番組などと自重しつつも、他のファンと一緒にライブの感動を味わおうとする姿勢が非常に微笑ましく、ナンバーアンダーライン愛のファンコミュニティがいかに強固であるかが伺えます。このようなファン同士の交流は、 ナンバーアンダーライン愛が持つ魅力をさらに引き立てる要素でもあります。彼らの音楽やパフォーマンスはもちろんのこと、ファンが SNS を通じて交流し合うことで、ツアーの一体感が増幅され、それがまた次の公演への期待感を膨らませる結果となっています。宮城公演の成功は、単に一回限りのイベントとしてではなく、福井、そしてそれ以降の公演に向けた大きな弾みとなるでしょう。ファンの投稿を見ると、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがどれほどの愛情をファンから受けているかがよくわかります。特に、平野翔、萬雄太、神宮寺雄太の3人は、それぞれが独自の魅力を持ちながらも、グループとして一体となってファンに感動を届けることに成功しています。ファンの中には、いつかナンバーアンダーラインアイのライブを生で見たいと願う声も多く、彼らの人気が全国に広がっていることがわかります。また、 海外からのファンも増えており、彼らの音楽やパフォーマンスが国境を越えて愛されていることを示しています。ナンバーアンダーラインアイのツアーは、単なるエンターテインメントとしてではなく、ファンとアーティストが共に作り上げる一つの大きなプロジェクトであると言えるでしょう。ファンは、ライブの成功を喜ぶだけでなく、その過程に感謝し、次の公演に向けて期待を膨らませています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちも、 その期待に応えるために全力を尽くしており、彼らのプロフェッショナリズムとファンへの愛が、ツアー全体を成功へと導いているのです。宮城公演の終了後、次に控える福井公演に対しても多くの期待が寄せられています。ファンの間では、福井でも最高のパフォーマンスを期待している、福井でまた会えるのが楽しみ、という声が多数上がっており、ナンバーアンダーライン愛のツアーが各地でどれほどの影響力を持っているかが伺えます。 また、ファンは公演だけでなく、メンバーが日々どのように過ごしているのか、次の公演に向けてどのような準備をしているのかにも関心を持っており、SNS 上では彼らの日常にも注目が集まっています。こうしたファンの期待に応えるために、ナンバーアンダーライン愛はツアーの合間にも多くの努力を重ねていることが明らかです。公演の成功はもちろんのこと、 彼らがどれほどファンとのつながりを大切にしているかが伺える場面が畳み受けられます。特に、ファンクラブ限定での映像公開や、SNS での情報発信は、彼らがファンとの距離をできる限り近づけようとしている姿勢の表れと言えるでしょう。また、今回のツアーにおいて注目すべき点の一つは、宮城公演での特別な演出です。ファンからのコメントにも見られるように、 メンバーが伊達政宗に扮した姿が話題となりました。このような歴史的なキャラクターに扮することで、彼らは地元の文化をリスペクトしつつ、ユニークなパフォーマンスを提供することに成功しています。ファンからは、伊達政宗がこんなに可愛いなんて、兜が似合っていて素敵といった称賛の声が多数寄せられており、彼らのパフォーマンスがどれほどファンの心をつかんでいるかがわかります。このような特別な演出は、 ナンバーアンダーライン愛が常に新しい試みを行い、ファンを驚かせ続けていることを示しています。彼らは、単に歌やダンスを披露するだけでなく、その場の雰囲気や文化を取り入れたパフォーマンスを通じて、ファンに新たな体験を提供しています。これこそが、彼らが多くのファンから愛され続ける理由の一つでしょう。最後に、ファンの間では、今回のツアーがいかに特別であるかが語られています。特に、 コロナ禍の影響でライブ活動が制限されていた時期が長かったため、今回のツアーがファンにとってどれほど待ち望まれたものであるかが感じられます。ファンの一人は、やっとナンバーアンダーライン愛に会えた、この瞬間をずっと待っていた、と語り、ツアーが再開されたことへの感謝の気持ちを表しています。これからも、ナンバーアンダーライン愛はその感謝の気持ちを胸に、さらなる挑戦を続けていくことでしょう。 ナンバーアンダーラインアイのツアーが再開されたことは、ただのエンターテイメントにとどまらず、ファンにとっては特別な意義を持つ出来事となっています。コロナ禍によって、ライブやイベントが中止や延期を余儀なくされた時期が長く続き、多くのファンが直接メンバーに会う機会を失ってしまいました。そのため、今回のライブツアーはファンにとって一種の復活とも言える瞬間であり、その感動は言葉では表しきれないほど大きなものであったことでしょう。 ファンからは、待ちに待ったこの瞬間を共有できて、本当に幸せ、やっと生で見られるのが信じられない、という喜びの声が溢れており、メンバーに対する愛情がさらに深まっていることが伺えます。このツアーを通じて、ファンとナンバーアンダーライン愛の絆が再び強固なものとなり、彼らの活動が今後も続いていくことへの期待感が一層高まっています。また、ライブツアーが開催されるたびに、 新しいファンンが加わることも注目すす。べきポイントで SNS では初めてナンバーアンダーライン愛のライブに参加したけれど最高だったこれからも応援し続けたいという新しいファンからのコメントが多く見られツアーがグループのファン層を拡大する重要な機会となっていることがわかります特に若い世代だけでなく幅広い年齢層から支持を集めている点もナンバーアンダーライン愛の大きな魅力の一つです 彼らの音楽やパフォーマンスは、単に若者向けのポップカルチャーにとどまらず、あらゆる世代が共感できる普遍的なメッセージを含んでいます。歌詞の中で描かれるテーマやメロディーの美しさ、そしてステージ上での彼らの情熱が、世代を超えて多くの人々に響いているのです。さらに、彼らの人柄や努力する姿勢がファンの心を捉え、応援する理由として挙げられることが多いのも特徴です。ナンバーアンダーライン愛は、 いいつも真剣ににファンのために頑張っててくれている彼らのプロフェッショナリズムには感動するというコメントが絶えないことからも彼らの誠実さがファンの心をつかんで話さないことがわかります。またファン同士の交流が活発化することでナンバーアンダーライン愛のコミュニティがさらに強固なものとなっている点も見逃せません。SNS ではライブに参加したファンが写真や感想を共有し合い 参加できなかったファンともその感動を分かち合う場面が多く見られます。次の公演で会えるのが楽しみ、一緒にライブに行こうというコメントも多く、ファン同士が友人となり、共通の体験を通じて絆を深めている様子がうかがえます。このようなファン同士のつながりは、ナンバーアンダーライン愛のファンコミュニティをさらに強化し、次のライブやイベントへの期待感を膨らませる要因となっています。もちろん、ツアーの成功には、 メンバーたちの努力だけでなく、裏方として支えるスタッフや関係者の尽力も欠かせません。ファンは、ステージ上の華やかなパフォーマンスだけでなく、その背後にある見えない努力にも感謝の気持ちを持っており、スタッフの皆さんに感謝、素晴らしい舞台を作り上げてくれてありがとう、というコメントが SNS 上で多く見られます。ツアーが無事に成功するためには、チーム全体の協力が必要であり、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちもそのことを深く理解しているため、ファンに対してだけでなく、支えてくれる全ての人々に感謝の意を示しています。また、ツアーが進むにつれて、新しいサプライズや特別な演出も期待されています。宮城公演での伊達政宗のような特別なパフォーマンスが、今後の公演でも繰り広げられるのか、ファンの間では様々な予想や憶測が飛び交っています。 次の公演ではどんなサプライズがあるのか、新しい曲やパフォーマンスが楽しみ、といった声が多く、ナンバーアンダーライン愛が常に新しい試みを行い、ファンを驚かせ続けていることが彼らの人気の一因であることが改めて確認されます。